大和ピアラブです。神風特攻隊を創設させた黒幕は昭和天皇であることが濃厚ということをお伝えしたいと思います。えー、表の歴史、えー、教科書的な歴史においてはですね、 えー、この日本の神風特攻隊を、えー、創設したのは、えー、海軍の幹部の、えー、大西滝次郎と、上、え、栄、ー、一郎の二人だとされております。うん、あの、上栄一郎がね、大西滝次郎に提言をしたということになってるんですが、えー、このね、二人のキーマンというのが、 えー、この太平洋戦争末期にね、亡くなってるわけなんですよ。うん。ね、まあ、キーマンが亡くなってるということで非常に怪しいわけです。うん。というのもですね、えー、この特攻隊をね、えー、大西瀧次郎に提言した、上栄一郎という人物は、えー、海軍の自重武官、 えー、つまりね、昭和天皇の側近をずっとやってたんですよ。うん。なのでね、えー、昭和天皇から、神、えー、風特攻隊というね、えー、この構想をやれと言われた可能性もあるんですよ。うん。まあ、それはわからないけどね。想像になるからこれはわからないけど、うん、ただ、神風特攻隊をね、提言した上栄一郎が、 昭和天皇の側近をやってたっていうのはこれ事実ですから。うん。まあ、非常に怪しいですね。うん。で、そしてね、まあ、大西瀧次郎がこう、まあ、一番こう作ったみたいに言われてるんだけど、その、大西はずっとこれ、神風特攻隊を拒否してたんですよね、この提言を。うん。あの、その、なんていうのかな。ええー、 自分のね、命をこう、投げ出して、その突っ込むというのはね、あまりにもそれは、その戦略としておかしいっていうことで、もうそ、その、断ってたんですよ、大西はずっと。うん、その効果もそんな見込めないし、えー、そんな、それをやる必要あるのかみたいなね。ずっとだから断ってたんですね。うん、で、まあ、その大西が、まあ、最終的にはそれをやるってことになるんだけど、 うん、その背景にも昭和天皇が関わってた可能性っていうのもあるわけですよね。うん。まあ、なぜならずっと反対してたからね、大西は。うん。で、この、えー、大西がね、その戦後になる前ね、その太平洋戦争が終わる直前に亡くなるんだけど、その亡くなる、り方もすごい不可解なんですよ。うん。まあ、どういうことかって言ったら、 その、一応自殺っていうことになってるんだけど、その時に一緒にいた人物が、あのね、フィクサーの小玉よしおなんですよ。うん。で、小玉がそれを見届けてるんだけど、非常に怪しい。うん。まあ、これも想像になるけど、あの、小玉が始末した可能性っていうのも、普通にあるわけですよね。うん。 まあ、だって二人しかいないんだから、大西と小玉のね。うん。だから、えー、しかもね、小玉っていうのは、A ・ B のエージェントだったんですよ。うん。だから、大西をね、ここで始末する、えー、キーマンを始末して、えー、口封じをするっていうことは、全然ありえますよね。うん。えー、そしてね、この、 特攻隊を提言した、上栄一郎というのもね、えー、その最後の太平洋戦争末期の、えー、冷凍機回線で亡くなってるんですが、えー、このね、冷凍機回線も非常にこれ怪しいんですよ。不可解なことだらけ。うん。まあ一番不可解なのはね、えー、この与内光正さんという、またね、これ海軍大将でその後総理をやってるんですが、えー、この与内光正さんから、 えー、栗田中将がね、謎の U ターンというのを命じられてるんですよね。うん。もうこれは今でもずっと謎ってされてるんですよ。うん、なぜ U ターンさせるのかっていうね。もう意味不明なんですよ。うん。ね、まあ、その結局なぜ U ターンさせたのかっていう言ったら、結局、与内光正さんっていうのもね、あの、小玉さんと同じくね、A、B の A、 えすいません。えー、動画を撮ってたら、急に切断されてしまいました、うん。ちょっとこんなことが初めてなんでね。うん、ちょっとびっくりしてしまいました。えー、ちょっとすいません。途中だったんですが。えー、このね、与内光政さんっていうのがね、えー、この A 米のエージェントだったんですね。うん、小玉さんと同じでね。うん、だから、栗田中将にね、冷凍機海戦で、 謎の U ターンをさせたわけですよ。うん。だから、もう、与内光正さんとかね、もうこの、冷置機械戦でね、もう日本を意図的に壊滅させに行ってるんですよ。うん。また、パワーポイントが落ちてました。えー、こんなことはね、ちょっと初めてですね。うん、ちょっと、 えー、途中でね、中断してしまったんですが、えー、このようにね、神風特攻隊を創設させた黒幕は、昭和天皇である可能性が非常に高いですね。えー、この昭和天皇もまたね、英米のエージェントだったわけです。うん。あの、つまりね、この太平洋戦争、 というものはね、もう最初からね、えー、日本と英米ヨーロッパの上は、もうぐる、繋がってたわけなんですよ、えー。昭和天皇とかね、与内三政とか、えー、小玉さん、笹川さんとかね、そういった人たちと、えー、トルーマン、ルーズベルトとか、えー、その上のね、ヨーロッパ貴族、 というものはもうこれ繋がってたんですね。もうグルだったんですよ。うん、で、グルで日本のね、人口削減をしてた。えー、そして利権ですね。利権を創設させて、えー、莫大な利益を得ていた。ということなんですよ。うん。えー、なのでね、えー、 こういったことがあるわけです。うん。あの、前回のね、原爆の地上起爆についても同じ論理なんですよ。うん。あれもね、まあまた今度言いますけど、えー、日本だけがやったということではなくて、うん。この昭和天皇とか、えー、海軍、陸軍、ね、大本営というものと、英米、その上のヨーロッパ貴族がもう繋がってたんですね。 ずっとねうん、だからそのつながっている中で、えー、原爆によって人口削減をするね実験をするということが目的だったわけですよ。ご視聴いただきありがとうございました。